重ねない方がいいんでね。分からなかった。じゃあ一応全球で見たいけど、土木研究所アイチャームの牛山と申します。今日、昨年5月のスリランカ豪雨についてお話しします。昨年5月25日から26日にかけて、スリランカ南西部で日最大雨量500ミリを超えるような記録的豪雨が発生しまして、でカルー川という流域を中心に大規模な洪水土砂災害が起こりまして、死者211名、行方不明96名、70万人に影響を与えるような甚大な災害が発生しました。でアイチャームでは JAXA PMM ミッションですとか現地に雨量計を設置したりですとか、国際洪水イニシアティブとか水のレジリエンスと災害に関するプラットフォーム等を通してスリランカの洪水予測を支援しております。そこでこの記録的豪雨の発生メカニズムや豪雨の予測可能性について数値モデルバフによる数値実験を行って調べてみました。でその JAXA PMM ミッションで現地に数個雨量計を設置していたんですが、ちょうどそこに降りまして、右の図は GS マップ NRT で、島の南西に雨が集中していることが分かるんですけれども、ここに、コロンボにつながるような地域の川河川流域について、いくつか雨量計があって、それがちょっと見えなくて申し訳ないんですが500ミリを超えるような日雨量が降りました。でこの時の、ラジオゾーンで、ちょっとコロンボが取れてないのでインド西岸のマンガロールという場所なんですけれども、ここで見ると、この地域基本的に南アジアモンスーンに支配されていて、昨年4月から今年5月までの東西風を書いていますけれども、夏は下層西風、上層東風で冬は逆転するという関係なんですけれども、その豪雨が起きた5月っていうのはちょうどその南アジアモンスーンが始まる時期にあたっていました。ここで強い西風が吹いていて、西風バーストっぽくなっていまして、でちょうど GS マップの雨を見ますとやっぱり突出して高い大きな雨が降っているということが分かります。でその他の大規模場について見てみたんですが、台風といいますかサイクロンを見てみますと、ちょうど近い時期に、サイクロンモラっていうのが発生して、バングラデシュの方に行ったんですけれども、実はこのトロピカルディプレッションになったのが27日で、トロピカルストームが28日ということでちょっと 日にちが遅いので、直接これによる影響はないだろうと。で MJO のインデックスを見てみますと、ちょうど、この時期、マイナスになっていて、MJO としては対流活発域に入っていたということが分かります。というわけでちょっと 大規模な場を見てみますと、イーラインタリムの850のジオポテンシャルハイトと風を見てみますと、実はこのものすごく綺麗な松の切るパターンが現れていて、ここに渦で南半球側というか、赤道がここなんで南半球とも言えないんですけども、ここにも渦ができていて、でここにウエストリーバーストが吹いているっていう、非常に綺麗な、分布が現れていました。で同時に水蒸気量についても見てみたんですが、一応湿ってはいるんですけれどもあんまりはっきりしないという分布でした。でこの、時間変化について見てみますと、先ほどの方は洪水が起きた26日これだったんですが、その前23日ぐらいからも徐々に、サイクロンが
形成し始めて、だんだん深まっていって、で27日ぐらいにはもう北側のボルテックスはサイクロンになって、北上していったような、変化になっています。で南側の渦も、この辺りではもう消えてしまっていたと。でホフメラーで見て、U を見てみてもちょっと等身するような分布は出ていませんでした。であと7度 N の850の U は、こういった感じなんですけれども、赤道の U については一応 MJO っぽいものが出ているんですが、スリランカ付近ではあまりはっきりしない。で水蒸気量もあんまりはっきりした、電波のようなものは出ていませんでした。でここまでではあまりよくわからないので、ワーフモデルを使ったシミュレーションをしました。外側が20キロ、内側が4キロで、外側のみ対流パラメタリゼーションを使っています。で対流パラメタリゼーションは何を使うかによって結構違うんですけれども、とりあえずニューアティリケっていうやつと、グレール 3D っていうのを使ってみますと、グレールの方はこちら GS マップで、グレールでやるとかなり大きく出るんですが、ちょっと場所が海上側に出てしまうということで、ニューアティリケの方が、正しい位置に出るので、こっちの方がいいだろうということでこれを使うことにしました。あと、スリランカ真ん中あたりに2000メートルぐらいの山があるんですけども、この山を削ってみると、雨が立たなくなるので、地形の影響で雨が降っているということは明らかだと思います。でただ実はなかなかシミュレーションがうまくいきませんで、こちら GS マップの、この区形領域の平均雨量なんですけれども、25から26にかけて、雨はたくさん降るんですが、それが、E ラインタリムによる、強化条件だと全然出ないと。で、グレールだと、大きなのは出るんですけど、彼が早く出てしまって、ニューアティリケとかモディファイドティリケの方が、割と近い時間帯に出るということが分かっています。であと、このカルガワ流域について雨量計がありますので、雨量計の黒い点とそれから GS マップのいくつかのプロダクトを比べてみますと、GS マップやっぱり精度にばらつきがあって、ちょっとどれが正しいのかよくわからないということで、雨量計を対象に、見ていくことにします。でそうしますと、カルガワ流域について、雨量計がこの黒いやつで、いくつかの実験をやったんですが、やっぱりどうしても合わない、そこでですね、アンサンブル予報をやってみることにしました。ここでは簡単に NSEP の全球アンサンブル21メンバーから11メンバーを選んで、それをダウンスケーリングしています。でこれは24日から初期値のものなんですけどもこれもやっぱり合いませんでした。色付きなものがいろんなアンサンブルメンバーなんですけども、ここまでは合いませんでした。しかし、いろんな初期値について、やってみますと、実は合うものも出ていたということが分かりまして、24日からだと合わないんですけど、23だと、一部合うメンバーが出てきます。21日も、あります。で、NSEP が16日予報があるので、もうちょっと遡ることができて、19日からとか、17日からの予報でも、一部のアンサンブルメンバーが、かなりぴったり合うということが分かりまして、これは使えるんじゃないかと思
思ったわけです。この、まあ、ぴったり合っていたメンバーをピックアップして、で、図にしたものがこちらなんですけれども、やっぱり観測とよく合っていて、まあ、その時の水平分布を見てみますと、まあ、こちら GS マップなんですけれども、まあだいたい南西部に雨が降っているということが分かります。で、まあ、この中で、まあ、非常にぴったり合っていた5月19日からの4つ目のアンサンブルメンバーについて、外側領域の分布で、上空1500メートルの水蒸気量と風について見てみますと、の時間変化ですけれども、23、24、25、26というふうにいくんですけれども、ちょうどこの辺りにですね、水蒸気帯ができていて、まあ、それがこう南の渦と北の渦によってこう収束域ができていて、まあ、そこで水蒸気バンドみたいなものが形成されて、それが見事にスリランカにぶつかることによって、雨が豪雨が発生していたということが示唆されました。あと、僕7度Nのホップベラーを作ってみても、これは非常によく分かって、カラーが水蒸気量で、雨が降った26日が一番水蒸気多くなっていて、あと、白いコンターが、風速なんですけど、まあ、風速もこの辺り一番強くなっていて、ボルテックスによる収束とウエスタリバーストと水蒸気、の増加っていうのがよく一致していたということが分かりました。で、ちなみにですけれども、この予報を外したメンバーで同じように見てみますと、水蒸気のバンドは出ているんですけれども、若干弱かったり位置が、島から外れていたりということで、島の上で雨が出ませんでした。で、以上まとめますと、豪雨時に松のギルレスポンスによりツインサイクロンとニシカルバーストが発生して、これが豪雨に寄与していたと思います。で、NSEP アンサンブル予報のダウンスケーリングによりカルガワ流域豪雨の予測に成功したメンバーが現れて、そのメンバーを解析してみると、西風バーストと南北半球の渦の強化による、水蒸気収束帯が、島にぶつかって豪雨が発生していたと考えられました。以上です。質疑お願いします。大変分かりやすい結果をご示していただいてありがとうございます。私ちょうど昨年この時期いたんですけれども、質問はそのカルガワに置いたその雨量計ってのは何台ぐらいあったのかというのと、あとコメントでは私昨日発表したんですが、2003年によく似たようなこういう災害が起こっているんですが、その時にはMGO は顕著じゃなくてですね、で弱い熱帯が やはり、1回発達して弱まりつつある熱帯がそのインド洋の、ベンガル湾の中部にあってですね、パターンとしてはよく似たパターンだったということで、MGO の効果とサイクロンがその単独で発生した効果があるというふうに考えられますし、特にサイクロンが離れて、そのかなり離れてですね、サイクロンの中心からスリランカの その災害が起こったところまでが、私がやったケースは1700キロも離れているということで、非常にこれは予測がしにくい、それからその注意をしないといけないんですが、なかなか注意ができないということで非常に注目される例なんですが、非常にその発生頻度が低いんですね。10年に1遍ぐらいしかないので、これ防災上どういうふうに扱うのかということも議論されました。
ということです。はい、ありがとうございます。ちなみに雨量計はこの流域内では4つぐらいで、まあ、他の流域も合わせて確か20個ぐらいだったと思います。はい、ありがとうございます。他にありませんでしょうか。今回は豪雨の解析をされたんですけども、この程度の雨がここの辺りで起こる頻度っていうのはそんなに低いわけではなくて結構起きてると思うんですよね。で結局洪水を起こすから、災害になりますし、みんな注目してニュースにはなるわけですけれども、そのためにはやっぱり川のですね、やっぱりその水面のがやはりその雨量に応じて上がったり下がったりしているものをちゃんと調べていく必要がこれからあると思っていて、少なくともジャカルタの場合は例えば日周期の雨に対して2メートルなり4メートルの幅で振動しているんですね、川の幅が。ですから今回の場合もその豪雨を起こすに至った、雨の原因と並行してその川の方の許容量といいますか変動幅みたいなものをきちっと押さえる必要があるんじゃないかと思います。コメントです。ありがとうございます。ですね、衛星はですね、水蒸気も観測することができてて、示されたのはですね、解析された水蒸気量ですね、それは本当かどうかっていうのは分かりませんよね。ちゃんとどんなその水蒸気が本当はあったのかっていうのは、だからそれはその降水を観測した衛星が水蒸気にも観測してるんで、それとちゃんと比較しないと一体できませんでした、できましたっていうそういう話にただなってしまうと思います。おっしゃる通りだと思います。今後解析したいと思います。こちらから、すみません、三田野原さんですけども、実際シミュレーションに成功した例の、アンサンブルメンバー、予報のアンサンブルメンバーだけ引っ張ってきてるんですけども、実際にその時の解析状況は同じだったんですか。これ同じようなナンバーじゃなくて、その時の解析は、イライタリムだとこんな感じで、まあ、全然見えないという構成。最後、すいません、質問を変えますけど、モデルで新しい TTK スキームを使っている、その理由は何ですかという質問で、ワーフっていうと大体ケンフリッジ、私査読とかすると大多数はケンフリッジ使ってるんですけど、はい、今回ブレルと TTK なんで、はい、そのどうしてその雲スキームを使ったのかっていう理由が知りたいんですけど、でカインフリッジも使ってやってみたんですけど、ここにある黒い線がカインフリッジで全く降らなかったんですね。なので KF はやめました。多分コメントですけど、ただ使うだけじゃなくて、スキームの細かいパラメーターの設定があると思うので、だから現象でシミュレーションできて成功したからいいって言ってなくて、そもそもどうしてその雲スキームを使ってどういうパラメータにすべきなのかっていうことをちょっと考え直す必要があるかなと思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ、 ありがとうございました。